が欲しいんです。なんかね、楽な道ばっか探しても、まあ、うまくいかないっていう、なんかあの楽、この楽をしようっていうのは非常にあの否定的に捉えられて、で努力がなんか課題評価されてるんですけど、まあ、むしろ楽をする方向で全力で探すっていうのはすごいおすすめの方法です。で実は楽をする方法を全力で探した方は孫さんが代表例なんですけど、まあご存知のように日本一の資産家になってますよね。これ孫さんが楽をするのに全力を尽くしてるって言って何それって思われますかね。あのあまりこの話で孫さんの話で、私は楽をする方法を全力で探す人生をずっと送ってきてるんで、孫さんとやってることを見たら孫さんは楽をする方法を全力で探したんだなって思うんですけど、孫さんがマクドナルドの藤田伝さんに会いに行ったっていうのをご存知の方いますかね。あの孫さんはまず高校を卒業するときに藤田伝さんに会いに行ったんですね。で藤田伝さんって当時あのマクドナルドでかなり儲けていて、で日本一お金儲けがうまいって言われた方ですね。で孫さんが会いに行っても当然会えるわけないんですけど、孫さんはもう何が何でも藤田伝さんに会わなきゃいけないと。でまあ高校生が福岡から銀座に出てきてね、合わせろって言ったら、まあ普通の人というか、まあ藤田伝さんは普通の人じゃないですけど、まあどんな俺でもまあちょっとぐらい聞いてみようかという感じで話をする機会があって、でその時に孫さんはいろいろ考えてた、どうやれば何の障害を動かせればいいですかっていうような話をぶつけて、結局コンピューターでアメリカだっていう結論になってアメリカに留学するんですね。それでこのソフトバンクを福岡で起業した時、やってたことが営業活動とか一切せずにですね、朝の9時から夜中の2時まで事務所に引きこもって、さまざまな市場に目を通して長期的な戦略を練っていったそうで、売上が会社に全く入ってこないことを心配したソフトバンク従業員は会社が潰れるのではないかと不安になったそうです。でこの時やってたのは、戦略を作ってたんですね。だからで戦略って何だろうって意識して考えたことある人って言いますかね。自分は戦略には一言あるってはあんまりいないですよね。あの戦略ってあの普通は何をやるかっていうふうに決めるっていう捉え方してる人が多いんですけど、戦略ってのは逆で何をやらないかっていうのを決めるのが戦略なんですね。で孫さんはその何しかやらないっていうのを決めるのに、もう創業当時は、9時から夜中の2時まで事務所にこもってひたすら戦略を練っていたと。でいくつか候補はあったんですけど、やっぱり自分があの一旗あげられるにはやっぱりコンピューター関係だろうなというところで的を絞ってコンピューターにした。コンピューターで的を絞ったからソフトバンクって名前になってるんですけどね、あのソフトだな、ソフトで行こうっていうことで孫さんはソフトバンクを作って、で何をやるか、でソフトを抑える、それから展示するとか、そういう方に持ってたわけですね。だからあの楽をして稼げる方法にフォーカスすれば、日本一の資産家になれるわけですから、まあ、このやっぱり戦略というか、勝ち目のない戦いをしないっていうのはすごく効果的な